フレイクは、ベトナムの中部高原、ザライ章の都市で同省の章と。ベトナム戦争中、南ベトナム解放民族戦線によって、アメリカの空軍基地キャンプハロウェイが攻撃され、北枠の引き金になったことが有名。1975年には、南ベトナム軍によって地域が焼き払われたが、1980年代に、ソビエト連邦の援助によって再建を果たした。 2001年、2004年には、高知系の少数民族による、反政府運動の場となった。2014年現在でも、外国人旅行者が立ち入るには、許可が必要な場所が存在する。町の中心部より、南東、約 2.5km の距離にプレイクバスターミナルがあり、クイニョン、バンメ島とコントゥム行きの国内バスのほか、カンボジアやラオスへの国際バスも存在する。 また北約2キロメートルに、プレーク空港がある。一家の14号発射から構成される。ABCD ロンリープラネット、ベトナム PDFE、ブックトゥエルフスエジチュオイン、ロンリープラネットパブリケーションズタイリミテッド、ピアニッシュも、289から290、ISBN 978から1から742205823。ありがとうございます。